山本優子の脱力会議。皆さんこんばんは、山本優子です。皆さんこんばんは、佐々木千明です。さて今回も始まりました脱力会議。この番組は柔道整復師で日本スポーツ協会アスレチックトレーナーでもある山本優子さんが研究を重ね確立した理論、脱力関節調律をフューチャーし、ラジオを聴きの皆様に健康になっていただくのはもちろんのこと、脱力力を抜いて健康以外のいろんなテーマについても我々2人のガールズトークで明日からの活力にしていただきたいというコンセプトのもとに始められた番組です。どうかラジオ聴きの皆さん、これからの30分リラックス、まさに脱力してですね、一緒に楽しんでいただけたらと思います。皆さん改めまして、山本優子です。前回から始めさせていただきました。この番組で私の理論、脱力関節調律の素晴らしさなどをお伝えしていけたらと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまずは山本優子さんがどんな方なのかということを簡単にご紹介させていただきたいと思います。山本優子さんは大学で健康や医療について勉強された後、柔道整復師、日本スポーツ協会アスレチックトレーナーとして研究と経験を重ねられ、従来のマッサージ手法とは全く異なる各部位に脱力を促し、各関節の正しい動きを取り戻す山本優子オリジナルメソッドを開発されるとともに、脱力関節調律理論を確立されました。現在は一般の方はもちろん、プロゴルファーの方々へ脱力関節調律に基づく山本優子オリジナルメソッドを施術され、このメソッドはなんと皆さん、ゴルフのスコアアップに大いに影響があると今注目されていらっしゃる若手女性施術師さんです。そしてこの脱力会議で番組アシスタントを務めさせていただきますのは、女優でタレントの佐々木千明と申します。現在は佐藤製薬さんのエンペシド L、 リゾンさんの CM 出演をはじめ、ドラマや映画を中心に活動させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。千明さん、ご紹介ありがとうございます、はい、私は今現在恵比寿で脱力関節調律を用いた治療とゴルフのパフォーマンスアップのお手伝い、ゴルフ関節調律をしております。ゴルファーや音楽家、ビジネスマンなど様々な方が脱力ができるようになることによってパフォーマンスが上げられるのを見てきました。今後は野球の投球動作やトライアスロンのための長く楽に泳げる関節調律など様々な分野にも挑戦していきたいと思っております。少し脱力ができれば心も体ももっと心地よく健康になります。そんな方を一人でも多く増やし、日本の健康寿命延伸のお役に立ちたいという思いで仕事をしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こんな2人でですね、楽しく皆さんにこう少しでも健康になっていただきたいという思いとともに、まあ、日々の生活の中で脱力、力を抜くということの大切さみたいなものを感じ取っていただける番組作り目指していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではまず最初のコーナーは、山本優子の力を抜いてリフレッシュのコーナー。このコーナーはですね、施術の専門家山本優子さんに、お家で簡単にできる各部位の疲れを取る簡単なエクササイズをご紹介、そしてご指導いただくコーナーです。それでは今回もですね、首編パート2ということで、いろいろですね、その原因とか対策についてもお伺いしていきながら、エクササイズご紹介をいただきたいと思います。はい、ね、前回、はい、首編パート1ということで、ね、教えていただきましたけれども、はい、前回の簡単な振り返りからやっていきましょうか。はい、はい、お願いします。前回は首の痛みの原因は力が入りすぎてしまってるということで、はい、簡単なエクササイズを1つお伝えしました。はい、首を右左とゆらゆら動かすだけなんですが、そうですね、まあ、ポイントが2つありますよということをお伝えしまして、はい、まあ、呼吸を止めずに脱力で行うことと、まあ、骸骨になりきってイメージをしながら、意識をしながら動かすということをお伝えさせていただきました。はい、なのでそこを踏まえて、はい、本日は続編ということでパート2を楽しみですね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、どんな動きでも脱力をしてから正しい動きをすることによって、まあ、楽に動かせたりだとか、はい、痛みがなくなったりってことが起きてくるんですけど、はい、まあ、正しい動きっていうのは体の中心から動かすことになるんですね。千秋さん、はい、質問です。ドキドキタイムですよ、いつも。はい、体の中心の骨って、はい、
どこにあると思いますか？体の中心？はい、はい、私背骨かなって思ってました。違うのかな？三角です。あ、ギリ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 あの背骨の一番下にある仙骨という骨が聞いたことありますか？あります。体の一番中心の骨になるんですけど、仙骨っていうのは、はい、骨盤の中に突き刺さるようにくさびのような形をしている逆三角形の骨になります。はい、位置で言うと、ま、あのお尻の割れ目にこう指が、うん、中指が当たるように指を当てていただくと、はい、手をポンと置いていただくと、はい、ちょポンと手のひらが当たったところにある骨が仙骨です。あ、ちょっと出っ張ってますよね。そうですね、うんうんうん、ちょっと出っ張っているところ、はい、仙骨で、はい、ここから全ての動きっていうのがスタートしているんですね。あ、そうなんですか。へえ。とっても大切な骨なんです。そうなんですね。なのでそれを首に、はい、首とどう関係があるかというと、うん、すごく結びつかなかったです。そうですよね。どういうことですか？あの首を上にこう向く動きとかで痛みを出してしまう方ってすごく多いんですけど、はいはい、首を向く時も、はい、仙骨から順番に背骨が下から順番に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 上がっていった結果、はい、天井を向くような首の動きっていうのがされるんですね。はい、それを今日はエクササイズとしてやっていきたいと思います。はい、面白そうハテナが浮かんでますね。そうです。じゃあすごい疑問なところがいっぱい、はい、お願いします。仙骨の上から24個背骨が並んでるんですけれども、はい、その上の7個が首の骨です。はい、前回もね教えていただきましたよ。覚えてらっしゃいますか？はい、一番上は鼻の真後ろ、はい、で首の骨の一番下の7番目の骨っていうのが、はい、その一番上の骨から順番に降りていった時にポコッと初めにぶつかる骨ですね。そうですね、首の下にあるポコッとあるところですね、はい、7番目、うん、その7番から順番に7、6、5、4、3、2、1と上に上がっていくのが首の正しい動きなんですね。はい、仙骨の方から下に順番にか下から順番に上に上がっていく動きになるので、はいはい、今からやるエクササイズは楽に上を向けるようにするエクササイズなんですけど、はい、ただ単に上を向くのではなくて7番、はい、6番、5番、4番、3番、2番、1番という風に動かしていきます。あ、なるほど。意識をしながらまずはやっていくんですね。そうです。おで実は上を向いてから戻す時も7から順番に戻します。あ、そうなんですか。はい、1番から倒していくんではないんですね。7、6、5、4、3、2、1、7、6、5、4、3、2、1と上に行くときも下に行くときも動かしていきます。それは本当に目から鱗でしたありがとうございます。そうなんですね。はい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 。でまあ、仙骨からの動きを切り取って首だけで切り取ると7番からということになりますので、はい、まあ、首に痛みや悩みを抱えている方は、はい、7番から順番に動かしながら動かすことによって痛みが減っていきますので、はい、前回やったパート1の時にやった脱力の右左のエクササイズの後に、はい、7番から順番に上を向いたり下に向いたりするという正しい動きをするというエクササイズをやってみていただけたらなと思います。なるほど。このエクササイズは、はい、ま、あの人それぞれ別だと思うんですけど、うんうん、ま、どれくらいを目安にやられるのがベストとかっていうのはあるんですかね。はい、この質問よくいただくことがあるんですけれども、うんはい、あの5回やっても10回やっても100回やっても意識できていなかったらあんまり意味はないんですね。はい、そっか。逆に1回でも2回でも少ない数だとしても、うんうん、正しく意識をして動かしていたら、はい、効果が出てくるんですよ。なるほど。なので回数というよりは少しの知識をしっかり持った上で少しの意識で動かすことが大切かなと思います。そうですね、まずは意識をするというのが大事ですかね。わかりました。ま、あの実際こう首を守ったり、はい、痛めたりとかしないように、うん、普段の生活でなかなかね気をつけにくいところってあると思うんですよ。はい、気づいたら寝違えちゃったとか、うんうんうん、気づいたら首がなんかとかっていうお話ってよく聞くじゃないですか。はい、なんかその普段の生活で注意すること、はい、山本さん的、優子さん的にはどういうふうに感じてますか？普段注意することですね。はい、まあ、いっぱい注意できることあるんですけど、はい、もう本当に基本は先ほどお伝えした仙骨から動かすことなので、はい、まあ首を動かすには下から順番に動かす、うん、これを
まあ、痛みが出てる時でも出てない時でも気をつけてあげることが首を守る、首を痛めないということにつながってきます、うん、あーなるほど、はい、じゃあもう本当にあまりこう無理のない範囲でやっていくというところですよね。ね、首って結構やっぱり大事なパーツですからね、うんうんうん、今日いろいろねこうお話を伺って、はい、まあ、実際は仙骨とこの首との結びつきというのがすごく私的にはこんなに離れてるのに連動してるんだっていうところにすごく驚きを感じました。ありがとうございます、はいはい、ね、本当に教えていただかないとこれもわからないことで、うんうんうん、すごく勉強になったなというふうに思います。ありがとうございます、はい、実際にこうなんですかね、骸骨一番最初にやりました、はい、リラックスして骸骨をイメージしてってこうやっていくと思うんですけど、まず脱力、うん、まずは脱力です。脱力、まあ、脱力こうできない人っていうのはやっぱり意識しながら少しずつやっていく感じですよね。ですね。あとはやっぱり脱力できない方っていうのは呼吸を止めてしまってるんですね、うん、そうなんですよ。わかります。私もそうなんです。脱力できてないなって思ったらまずは深呼吸、もうゆっくりゆったりと深呼吸をしてみてください。はい、はい、脱力ぜひ皆さんもそして私も、ね、頑張っていきたいなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもこの番組が終わったら一度ぜひ試してみてください。意識をしてですねやってみてください。基本は脱力、力を抜いて実践していただくのを忘れなく。以上、力を抜いてリフレッシュのコーナーでした。改めまして、現在放送中の脱力会議担当は山本優子と佐々木千明です。さあ続いてのコーナーは千鳥足のお供にです。はい、はい、このコーナーはリスナーの方にこの番組を聞きながらいろんな点で力を抜いてもらおうというコンセプトを生かし、そして私佐々木千明はもちろんなんですが、実は山本優子さんもですね、お酒が大好きということでプライベートでお互いのよく行くお店の勝手な紹介を独断と偏見でリポートしてしまおうというコーナーです。はい、実はですね、今回も我々2人で山本さんのお知り合いのお店に行ってまいりましたので、いろいろとリポートさせていただきたいと思います。はい、はいはい、今回はですね、今回のお店は東京は有楽町にありますそばあけぼの屋さんです。漢字でそばで、アルファベットの大文字であけぼの屋と書くんですが、こちらのお店ご紹介をいただきました。はい、はい、ゆこさん、お店を知ったきっかけは何かあるんですか？はい、このお店のオーナーさんが普段お世話になっている方ですので、はい、はい、それで知りました。はい、あ、そうなんですね。すごくこうお店の雰囲気というか、はい、蕎麦屋さんって皆さんこう思われる蕎麦屋さんってね、うんうん、ありますよね、はい、イメージの中で。ここのお店、お蕎麦だけじゃなくてお酒もね、お酒も、ね、楽しんでいただけるお店になっているんですけれども、うん、有楽町の駅から割とすごく近い距離、うん、ガード下にあるんですが、お店開けた瞬間すごく広い空間がね、スタイリッシュな空間が、はい、広がっておりまして、はい、そこでまあこだわりのそばと、で全国各地の名酒、そして全国の特産品を使用したお料理を、うんうん、楽しめる蕎麦居酒屋さんでございます。はい、はい、で中にはイタリアン要素がねありましたよね。はい、はい、含まれたメニューもあったんですよ。実際お店行った時に優子さんが、はい、お蕎麦でいいですよねっていうふうに聞いてきたんです。私に私は蕎麦屋さんに来てるんだけど、はい、どういうことだろうって聞けずにいたんですがあ、はいって言っちゃったんですが、よくよく聞いたらこうイタリアンのお店も実は、はい、反対側にあるということで、はい、同じ系列店でやっているということで、そういうことを教えていただきました。はい、はい、実際ね、うん、いろいろ食べましたよ。はい、食べましたね。ね、イタリアンとお蕎麦の融合メニュー、融合ですよ。なかなかないですよこれは。優子さん的なんかこうおすすめメニュー、これは絶対に食べるべきよ、飲むべきよっていうのあります？はい、あります。何ですか何ですか？いや、もうそばゲリータが大好きです。そばゲリータ、
うん、覚えてますか？覚えてますよ。あのそば粉ですよね、そば粉のピザ、うん、なので割と生地はパリパリしてね、すごく美味しいのと、なんとトッピングがこれまた塩辛ですよ。もうね、めちゃくちゃお酒に合いますよね。美味しかったですよね。結構ちょっと争奪戦くらいの感じ。どうする、食べるみたいな、譲り合いながら食べたいなっていう感じで、本当に美味しかったですよね。うん、とソパゲリータって聞くと、はい、なんかこう、あ、まあ、イメージ湧かないと思うんですけど、はい、まあ、ぜひ食べてほしいですよね、ソバゲリータ。いろんな方に、本当にあのピザのあれですよね、マルガリータですよね、はい、うん、マルゲリータ、マルゲリータマルゲリータピザ、そうですね、うん、本当にだからすごくヘルシーじゃないかなと思って食べてましたね。ね、美味しいんで、これはまたちょっと食べに行きたいなって思いました。私はね、すごく、まあ、蕎麦屋さんってやっぱお蕎麦を食べに行くだけでしか行ったことがないんですけど、はい、結構初めて食べたメニューが実はありまして、はい、蕎麦がき。あー、蕎麦がき、はい、メニューに書いてあっても、な、蕎麦がきが何であるのかが全く分かんなかったんですよ。で、実際食べてみたら何のインフォメーションもないまま食べるんですけど私の中ではね、蕎麦がきって 何ががきなんだろうって思って食べたんですけど、本当に蕎麦の、そば状になってるんじゃなくて、何て言うんですか、お餅みたいに丸く練ったものなんですが、それがね、もちもちして本当に美味しかったんですよね。 いやこれ結構私的には衝撃でしたかね。あとはお酒どうでした？お酒がこれそば居酒屋さんならではだなと思ったんですけど、はい、そば焼酎のそば湯割り、うん、はい、あれめちゃくちゃハマっちゃいましたね。はい、いやもうゆうこさん結構ハマって3杯ぐらいは縛りで飲んでましたね。そば焼酎縛りで本当に美味しいって言ってましたもんね。結構初めて見ました私は、正直、うん、私も初めてです。ですよね、おそばの香りがすごくして、うん、本当になんか健康的になりそうだなってちょっと思いながら、うんうんうん、なんかね、お酒の雰囲気じゃなかったですよね、うん、ちょっとこう遠くから見たらカルピスを飲んでるんじゃないかっていう確かに白いですよね。そう、白の感じで、で冷たい方と温かい方と、うんうん、ゆうこさんどっちも飲まれたんですけど、はい、いやどっちもね美味しそうで、うんうん、ちょっと飲ませてもらったんですけど本当に美味しかった、うん、これは美味しかったですね、うん、香りがすごいですね。ねね、ぜひそば焼酎のそば湯割りですよ、うん、なかなかないと思うので気になる方はぜひ、はい、飲んでみてください。あとはもう本当におすすめメニューというか、うんうん、まあ、そば屋さんなので、日立秋そばせいろ10割10割10割ですよ。そば粉 100% ですよ本当にね、これはね贅沢以外の何物でもないですよ、うん、本当で店内でこうね、うん、打っていただいて、で本当にね最初は生でそう、で次に塩で、はい、で最後にめんつゆつけてね、そばつゆで食べてくださいというふうに教えていただきました。いや本当に楽しかったですね。ありがとうございました。はい、はい、では、そばあけぼの屋さん気になっていらっしゃる方ぜひ行ってみてください。住所、東京都千代田区有楽町 2-1-16、ご予約お問い合わせは 050-5595-4943 までお願いいたします。営業時間はランチタイムが月曜日から金曜日が11時30分から14時30分、土日祝日は11時30分から16時までとなっております。でディナータイムは月曜日から金曜日、そして土日祝日もどちらも17時から23時30分、年中無休となっております。アクセスは JR 有楽町駅から徒歩3分、東京メトロ日比谷駅から徒歩1分となっておりまして、晴海通りを挟んだガード下にありますので、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。以上、千鳥足のお供にのコーナーでした。今月のイヤスコ。さて、続いてのコーナーは今月のイヤスコです。はい、このイヤスコとはですね、癒す子供ではなく、私の故郷宮城県では食いしん坊のことを癒す子と言うんですよ。はい、
やすか。でつまりですね、このコーナーではお酒以上にお菓子とかご飯、いわゆる食べ物が大好きな私佐々木千秋が我がふるさと宮城県のおすすめの名産県産品などについてご紹介させていただくコーナーです。そしてやはり宮城といえばお米、はい、うん、お米有名なんですよ。ただですね、皆さんご存知、優子さんも多分ご存知だと思うんですが、はい、笹錦とか一目惚れを今回ご紹介するのではないんです。今回ですね、ご紹介させていただきますのは宮城県産のお米の新種ニューブランド2つ、うん、はい、こちらについてお話しさせていただきたいと思います。お願いします。はい、笹錦の誕生から半世紀もの時を経て、私の生まれ故郷で笹錦誕生の地でもある宮城県大崎市から笹錦直系の新品種笹結びが2015年に秋にデビューしまして、今年も美味しい便りが届いております。この笹結びの味わいはですね、笹錦の特徴をほぼそのままに受け継いでおり、リサーチによりますと炊き上がりの香りと色艶に優れ、粘りは控えめで、食感は結構あっさりとしていて口の中でほぐれやすく、粒はふっくらとしていて冷めても硬くなりにくい、うんうん、なのでお寿司とか和食に抜群の適性を発揮し、子どもたちからそしてプロの料理人までですね、幅広い層から高い評価を獲得しているんだそうです。はい、で実際ですね、今日は笹結びの、はい、パックご飯の方ですね、 お持ちしたんですけれども、はい、もうこれね、大崎コードって書いてあって、あっさりうまい、サラサラ系、粘り控えめと書いてあります、うんうん、はい、であの笹錦の魅力をこう復活させるべく、笹錦ってこう少しずつ生産がね、あの少なくなってきているということで、笹錦って美味しいんだよ、みんな食べてっていうことで、あの本当にまたさらにこう改良を重ねまして、新しいこのブランドが立ち上がったということです。で笹錦と一目惚れを掛け合わせて、はいはい、あの開発されたお米ということで、美味しさはもう抜群に美味しい、そして、どんな環境でも割と強く育っていくというのが笹結びだそうです。そしてさらにですね、この秋宮城県に新品種伊達正夢が誕生しました。伊達正夢、そう、はい、正夢ですよ、はい、この伊達正夢はですね、今までの宮城のお米にはないもちもちとした食感で甘みが強いんだそうです。でちなみに現在都内でも販売されているようなんですが、こちらもですね、はい、パックの方お持ちしたんですが、こちら伊達正夢ネーミング、はい、ね、ゆうこさんもちょっと笑ってくれましたけど、はい、はい、その通りでございます。宮城県といったら、まあ、あの伊達政宗公、はい、名称ですよね、が、あのとても有名な方ですよね、はいはい、で私が育った大崎市という優美館という、伊達政宗公が小さな頃梵天丸と呼ばれてる頃に通っていた学校があるんですね、はい、ということで、まあ、宮城といったら伊達さん、伊達政宗公ということで、この伊達政宗の、カリスマ性と、あと宮城米の夢を正夢にしていきたいという意味が込められているんだそうです。はい、で宮城らしさとこう食卓の天下を取っていこうという願いも込められているそうです。でロゴがあるんですが、五穀豊穣、まあ、豊作を表す米俵がモチーフになっていまして、4つの色分けになっています。大地、恵みの雨、収穫、祝祭ということで4つのモチーフになっているそうです、はい、伊達政宗、海産物、そして味噌おにぎりなどにしていただくとね、味噌おにぎり、これまた美味しいんで、ぜひ皆様機会がありましたら伊達政宗、そして笹結び召し上がってみてください。以上、今月のイヤスコのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました、はい、今回の山本優子の脱力会議いかがだったでしょうか。この番組は月2回の放送で、毎月第2第4火曜日夕方18時からお送りいたします。次回もぜひお聞きいただければ嬉しいです。優子さん、今回いかがでしたか。はい、2回目ということで、はい、前回でもこう楽しくリラックスして、はい、あっという間の時間でした。本当ですか、はい大事ですよね、はい、リラックスね、はい、リラックス、はい、いや私もね楽しかったです、はい、ではですね、この番組ではお聞きの皆様のねご感想ご意見お待ちいたしておりますので、どうかこちらのアドレスまでお送りいたし お便りですねお願いいたします
メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 山本優子の脱力会議までお願いいたします。それではまた次回の放送でお耳にかかりましょう。皆様のお相手は山本優子と佐々木千秋でした。ではまた。ありがとうございました。